はい、FX です。 FX、YJFX、 僕はあの YJFX でやってるんですが、まあどこの FX でもいいんですけど、やっぱなかなか勝てないですよね。僕も今こうやってちょっとエントリーのね、タイミングを測ってるんですけど、今はちょっとどの通貨ペアでも入れそうにないので、ちょっと今は今日はできないかな、いやできるかな、いやわからない。まあそれはまあ今回その動画はそういうことではなくって、FX ね、なかなか勝てないのが現実ですね。なかなか勝てません。なかなか勝てないので勉強が必要なんですけどね、その相場の読み方に勉強が必要なんですが、巷にねよくありますよね、その FX 教えますよ的なね、こんな方法でやったら勝てますよ的なね。でまず無料動画ってありますよね。無料動画を見て、でゆくゆくはその有料の方に、なんか有料の商材を買ってくれっていう風な感じのことを言ってる動画を、まあ結構見てて、あ、この人勝ててないなって思ったのがあったんですよね。この人の商材はもう絶対買わんとこうって思ったのがあったんですよ。でそれは何かって言ったら、まあ僕もねその FX とか投資経験そんなに浅いので、最近というか、まあそんなにあれなんですけど、これありますよね、この感じ、これ薬定履歴、まあこの薬定ですよね、薬定。これをね、その無料動画のその先生はね、なんか薬定って言ってたんですよね。薬定、これ薬定じゃないですよ、薬定ですからね、薬定。あ、こいつ、この、あ、この人勝ててないなって正直思ったんですよね。なので、そういうところですよね。そういうところ、無料の動画で、でそっから有料に引き込もうとしてるその動画でこの感じを薬定って言ってたんですよね。でしかもその先生の有料の商材がなんと20万30万ザラにするんですよね。あー、こいつダメだなって思ってしまったのがそういうところでした。一応ね、なんかの目安になったらいいなって思います。これ薬定ですからね、薬定、薬定ではありませんからね。まあ僕自身も全然勝ててないんで少しずつ練習してるんですけど、まあその人の商材は買わんとこうとは思いますよね。とりあえず薬定です、薬定、よろしくお願いします。まあ一つの目安、僕がふと思ったことですね。ぜひぜひ参考になれば幸いです。これ薬定ね、はい、すみません。そしたらまた面白い動画作ります。